はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。スマホを変えようと思っています。まあ au なんでね、まあ au から他の会社にやるっていうことはないんですけども、 au の中でまあ2年ぐらいもう使っているんで、まあそろそろ変えようかなと。うん、だけどまあ他の見てると自分が欲しいなっていうものはなくて、ちょっとどうしようかなと思っていますけども、まあ旦那からはね、あの iPhone にしろよって言われてて、でなんでって聞いたら、まああれですわ、自分が使えたからっていうことなんですよね。じゃあ自分で買い替えなさいよって言っても嫌だって言って、うん、あの自分のじゃないから、まあ、手荒に使えるからっていうことなんですけど、余計にねやらせたくないんですよ。だけどもちろんね、まあ、iPhone の方がいいかなとかちょっと思っちゃったりするんですよ。うん、まあそもそもその iPhone 専用の動画ソフトっていうのが、まあそもそもあったりとかして、ほとんどね、あの iPhone のために作ったゲームだったりアプリっていうのがあって、だけども Android の方にはないっていうのがあったりとかさ、うん、でそうすると iPhone と相性のいいその iPad だったりとか、そっちの方も買いたくなるとかってなっちゃうんだけども、どうしようね。うん、まあ Android にでもいいかなと思っています。まあ無理にね iPhone にすることはないと、まあ勝手に思っています。皆さんどうでしょうか、iPhone の方がいいよっていう方はいらっしゃるでしょうか。それでは皆さん、さようなら。